運命作品77は、ピョートル・チャイコフスキーが作曲した公共誌。1868年に作曲されて1869年に初演が行われたが、後年チャイコフスキーが送付を破棄してしまい、作曲者の死後3年経ってから遺作の作品番号を付されて出版された。チャイコフスキーが、 本作の作曲に着手したのは1868年の9月末から10月初めにかけてであった。一旦作曲を中断した。彼は演奏旅行中のベルギーのソプラのデジレ・アルトへと意識を集中させた。アルトに恋愛感情を抱いていたのである。二人は結婚について話し合い、計画を先へ進めるべく1869年の夏にパリで再会することにする。 アルトーはオペラ会社との演奏旅行を続けるために彼と別れてワルシャワへと旅立っていった。チャイコフスキーは1868年11月2日までに曲の骨組みを固め、同年12月には寄付を終えた。初演が行われたのは1869年2月27日にモスクワで開催されたロシア音楽協会の第8回演奏会で式は ニコライル・ビンシテインであった。作曲時には既存の筋書きが元になったわけではなかったが、初演に際して、コンスタンティン・バチュシコフによる人間の生命の無常さを綴った因文の言葉が、送付の標語として追加された。しかし、これが、チャイコフスキー自身の発案であったのか、そもそも彼がこの因文に精通していたのかどうかも、定かではない。 バチュシコフの陰文が陰鬱な主題である一方、音楽は壮大な女装、助上的で舞踏的なアレグロ、喜ばしいフィナーレと明るめの全体像の音楽となっており、聴衆は両者の不一致に困惑しつつも音楽には温かい賞賛を送った。初日の夜、チャイコフスキーは弟の穴通りに手紙をしたためている。あれは私がこれまでに書いた中でも最高のもののようです。 少なくとも、人々はそう言っています。続いてチャイコフスキーは、ミリー・バラキレフのもとへ送付を届け、作品の検定を受諾してくれるように頼んだ。バラキレフはこれを受け入れ、自身がこの音楽をどう思うかにかかわらず別途、演奏の機会を設けると伝えた。こうして本作は3月29日に、サンクトペテルブルクにて行われたロシア音楽協会の、 第9回演奏会でバラキレフの指揮により再演さる運びとなった。しかしながら再演での聴衆の反応は初演の時のように芳しくはなかった。バラキレフがチャイコフスキーに当てた書簡には次のようにある。あなたの運命はサンクトペテルブルクで程よくうまい具合に演奏されました。拍手はあまり大きくありませんでしたが、これはおそらく曲の最後に置かれた。 訴えかけるような不協和音のためでしょう。私も全く好まない部分です。適切に寝られておらず、非常に存在にあつらえられたかのようです。継ぎ目があらわはになっていますが、あなたの不器用な継ぎはぎはべてそうです。何より、形式自体が、さっぱり機能していません。全体が全くもって統一されていないのです。私はすっかり正直な気持ちで、あなたへ書き送っています。 あなたが私へ運命を検定する意思を取り下げたりしないであろうと確信してのことです。あなたの検定は私に対する思いやりの印として私にとってはかけがえのないものです。そして私はあなたに深く浸水しているのです。M ・バラキレフ心からの愛を込めて他にも本作の芸術的な不均衡に言及する批評家がいた。この頃には チャイコフスキーとデジレアル等の両者の心中では共に結婚の意思に変化が生じていた。双方ともそのことを相手に伝えたわけではなかったが、それでもチャイコフスキーはニコライル・ビンシテインを通じて彼女が別の男性と結婚したことを知らされてショックを受けた。相手はスペインのバリトン、マリアーノ・パディア・イラモスであり、1869年9月のことであった。 チャイコフスキーが本作に向けていた好ましい見方も変化していった彼はこれを失敗作とみなすようになったのである。1870年代に原稿を破棄してしまい、本作は作曲者の生前には二度と演奏されることも、出版されることもなかった。しかし、彼は本作の叙情的主題をオペラ、オプリーチニクの第四幕、ナターリアとアンドレイの二重賞へと転用している。 その際、調整は変異庁長から変異庁長へと移調された。チャイコフスキー没後の1896年、オリジナルの還元学パート譜をもとに創付が再構成され、ミトロファンベリアーフにより、遺作として作品番号77を与えられて出版された。ピッコロ、フルート2、オーボエ2、コーラングレ、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、トランペット3、 トロンボーン3、チューバ、ティンパニ、シンバル、トライアングル、タムタム、ハープ、弦5部。約14から17分。自由な形式で書かれている。弦楽器のユニゾンによる主題提示に開始する。この主題が曲の中央と集結部に現れることで全体が大きく2つの部分に分けられる。フレイチ波端調の主題が対位法的に出され、 関連する変異蝶々の旋律が弦楽器で伸びやかに歌われる。フレー3はゲルマンラローシア・バラキレフからも賞賛を受けた。フレー2フレー 3G でティンパニが刻むリズムに乗せてビオラが不吉な主題を提示する。フレー4フレー4が大いに発展し、その頂点でフレー1が再現する。後半は様々な音色と展開手法が用いられており、 マス全球詞を挟んで、ホルンに、フレイ3が出され、弦楽器へと歌い継がれていく。静まった後、再びティンパニの導入に続いて、フレイ4が創されて、劇的に展開する。最後は、フレイ1が波長長となって創され、主音の最下でによって堂々と集結する。出典注釈。ありがとうございます。